マンスターラグビーはアイルランドのラグビーユニオンクラブである。現在、ユナイテッドラグビーチャンピオンシップに所属している。1879年に創設された。1879年、レンスター、アルスターと同時期にアイルランド南西部マンスターの地域代表クラブとして創設された。南半球競合国の遠征チームと数々の名勝負を演じたことで知られており、 ニュージーランド代表の遠征チームとの対戦では1905年のデーブ・ギャラハー首相率いる、いわゆるオリジナル・オールブラックスの遠征における初対戦で33対0の大差で敗れたものの1973年には3対3で引き分け、1978年にはトモンド・パークにおいて12対0で勝利を収めている。オーストラリア代表の遠征チームとは百四十七年の 初対戦では6対5で敗れたが1967年には11対8で勝利している。南アフリカ代表の遠征チームとの対戦でも1951年に11対6、1960年に9対3と、敗れはしたものの接戦を演じている。1995年のラグビーユニオンのプロ化に伴い、アイルランドでもマンスターを含む4つの地域。 代表クラブがプロクラブ化した。マンスターは1995から96年シーズンの第1回ハイネケンカップに出場し、1998から99年シーズンには初めてグループステージを突破している。1999から00シーズンにはハイネケンカップにおいてトゥイッケナムスタジアムで行われた決勝に進むも、イングランドのノーサンプトンセインツに9対8で敗れにいい、 2001から2年シーズンも決勝でイングランドのレスター・タイガースに敗れ2位に終わった。なお、この2002年のマンスター対レスターの一戦において試合終了間際15対9でレスターがリードする中でマンスター側のボール投入で5メートルスクラムが行われる際マンスター SH のピーター・ストリンガーが投入しようとしたボールをレスター・フロリダのニールバックが叩き レスターがポゼッションを終えて試合がそのまま終了するという事態が起こり、物議を醸した。2001年に始まったケルティックリーグでは初年度にレンスターに決勝で屈するも、翌シーズン決勝でウェールズのニースを37対17で下し初、優勝した。2005から6年シーズンのハイネケンカップでは、決勝でフランスのビアリッツオランピックを23対19で、 破り初優勝、さらに2007から8年シーズンはニュージーランド代表のダグハウレットを擁してフランスのスタッド・トゥールーザンに16対13で勝利して優勝している。2008から9年シーズン、2010から11年シーズンはケルティックリーグでそれぞれ決勝でエディンバラとレンスターを破って優勝した。ハイネケンカップでは2008年以降決勝に 進出することができていない。2016年、ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップのグループステージ第一戦、ラシン92戦のためフランスのパリに遠征中に、ヘッドコーチでマンスターのキャプテンを務めたこともあるアンソニー・フォーリーが42歳で、休止し、ラシン92との試合は延期された。6日後に行われたトモンド・パークにおけるグラス号戦で、フォーリーの追悼がなされ、 試合は、マンスターが38対17で勝利した。この試合で、フォーリーの現役時代の主なポジションであったナンバー8として出場した。CJ スタンダーは24番をジャージを着用した。2021から2022のスコットは次の通り。ありがとうございます。